はい、こんにちは。ウーアチャンネルの、ウーアチャンネルじゃないのか。まだなんかチャンネル名決まってないね。そうだね。そうですね。え？めちゃめちゃため口やってる。え？どうしたの？もうあれですよ。二人の遊び場になったから。あ、そう。フレンドリー。フレンドリーに。よろしくお願いします。お願いします。こたつです。白子です。ということで今日は見て、なんか大きい商業施設なのかな。そうですね、こっち側に伝えあって、はい、なんかいろいろ、うん、なんかいろいろあるところに来てます。でね、今回ね行く場所はこのエディオン家電のアウトレットの、はいはいはい、下にある立体駐車場。あ、そう、なんか人だかりが、あー、これまあまあまあちっちゃいか見えないかもしれないけど、めちゃめちゃ人がいますね。人だかりがねできてるんですよ。で今日来たのはね、なんとミニ四駆の、ミニ四駆クスオ祭りと言われる新たなねミニ四駆の大会が発足したということで、はいはい、今年から始まるのかな。なんか九州でいろんな商業施設でミニ四駆の大会を開いていこう、 4x4 さんが、まあ、主催されてるんですけども、 4x4 で大会をやるんじゃなく、はい、いろんなショッピングモールとかで、はい、まあ、展開するミニ四駆の大会となっているということなんですけれども、うん、そちらの出場撮影をさせていただけるということで、今回は福岡県筑紫野にありますシュロアモール筑紫野さんの方でクソ祭りやっていきたいと思います。ということでまずはね、はい、レイアウト見ていきましょうか。そうですね、気になりますね。今回のレイアウトマジでねむずいのよ。むずいんですか。ちょっと見に行こう。行きましょう。死が急速に迫ってくる瞬間が一番生を実感する。さあ、それではコースの紹介をしていきたいと思います。このストレート見て、めちゃめちゃ長い20枚以上のストレートからドラゴンバック 1,2,3 回飛んで、レーンチェンジからの奥チューリップですね。チューリップを1回2回3回4回いや1回2回3回4回ですね、4回超えて上りコーナー直ジャンプの着地4枚からのウェーブ、まあ、一応ね5枚飛べるけどウェーブ着になるよって感じですね。でその下ってバンク40度バンク、その後のねあそこ見えるかな、レンチェンジャンプついてんすよ。なんで下ってきて加速してレンチェンジャンプ3枚着地で、着地してからその奥さらに3枚着地ということで、ここがねめちゃめちゃいやらしいコースになってます。でその後レーンチェンを超えてそのままドラゴンバックなんですけど、こうレーンチェンジを超えるときはいいんだけど超えないときがやばいんだよね。レーンチェンジを超えないで下くぐって奥のドラゴン3枚、これがきついのよ。ということでね、まあ、練習走行をして大会の方やっていきたいと思います。まずはねジュニアクラスが始まると思いますんで、はい、ジュニアクラスのね決勝戦をね見ていきたいと思います。めちゃめちゃミニ四駆してるのにくつろいでるじゃないですか。いやこれね今日立体駐車場のこんなこう床ピット知らなかったね、はい、だからそこのミスターマックスに行って買ってきて、この椅子がめっちゃ気持ちいい。小田さんもだって来た時に机も椅子も何も持ってきてなかった。もうね甘えた、即席で全部買った。もう買うしかなかった。そうっすね、もう買ったら幸せの空間すぎて、はい、あの動けないです。本当にめちゃめちゃ座り心地いいですね。で練習走行もうやってきたんですけど、はい、1回だけ走れました、はい、コースアウト。あ、コースアウト。いやマジでちょっと結構ブレーキはしっかりめにかけて、フロントもピンクでリアをちょっと変えたんだけど、はい、前回はこのピンク3ミリの上に青を貼ってなかったです、うん、まあ、レーンチェンジャンプのところまで俺たどり着いてないんですけど、レーンチェンジは入った、最後のドラゴン3枚が入らない。なのでそうだからそこを攻略してしまったらあとは入るんじゃないかなと思ってたけど、レンチェンジャンプまで俺到達してない。まだそこはそうそう、だからそれが怖くて、うん、怖いから、まあ、ちょっと一応レンチェンジャンプビビりながら行きたいなと思ってます。電圧もねちょっとずつこう多分落としたり上げたりしながら多分ちょうどいいとこ探すことになると思うんですよ。前回はもうまずないから、はい、もう
冷えてるし、うん、でじゃあ何回か走らせたら温まってきちゃうし、全開でダーッて走ってる人はいないし、乾燥率がすごく悪いので、なんかあの大体1台乾燥するかしないかじゃない、3人で練習とかしそうですね。でっていうことは乾燥率が 30% しかないっていうことは、はい、これこれなのよ、これあの守りを固める、守りを固めるしかないんで、うん、守りを固めた上でのその守りの走りでベースタイムをどれだけ上げられるか。あ、そうですね、はい、で今やっぱ早かった人たちが35秒台から34秒台で走ってる、はい、で乾燥の中のタイムを見ると44秒までいるんで、上から下までのその縦長になってるタイムだ、9秒あるから、でかいですね。そうだから、できれば37秒とか、はい、そこら辺で多分ドアンテぐらいのセッティングが出せればいいなと思ってます。今回ちょっと練習方向は、練習方向なのか予選がどういう形になるのかもよく分かってないので、おそらく今ジュニアが合ってるんですけど、はい、何回か走らせて1位通過したら1個上に上がるよっていうシステムだと思います。ポイント制じゃないかな、ポイント制じゃない、うん、おそらくここで1次予選で1位取ったら2次予選の1位を取ればもう1回行って決勝トーナメントに進出って感じじゃないかなと。1位取ることが大切な、1位を取ることが大事だけど、完走率がもうそもそも 30% しかないから、はい、完走かつ1位なので、ベースタイムの高いところでの完走率が求められるということで、はい、無理ゲーです。苦手なやつや、うん、無理ゲーなんでね、ちょっと今日はもう帰りたいと思います。いや、まあちょっとくつろぎましょう。くつろぎ、あ、そう、ジュニアクラスの決勝戦がねこの後あるということなんで、はい、ジュニアクラスの決勝戦を撮影させていただきまして、はい、でその後ですね、うん、その後もう一回練習速攻挟んでいよいよ本番という感じになります。今回ね、まあ、レンチェンブレーキもつけてるし、はい、優勝は13ミリローラー、はい、でフロントはまあいつも通り、うん、重量バランスはフロントがもうめちゃめちゃ軽い、ね、フロントめちゃ軽の後ろ重で、滑り台は滑り台のマスダンはなし、なし、はい、行きたいなと思っております。じゃあとね、俺がニコニコしてたら調子いいっていうことで、はい、そうですね、そうですよ、はい、いいですか、ジュニアの決勝が終わったら俺がニコニコしてれば調子いい、ニコニコしてなかったら帰りたいということです。じゃあまた後でお会いしましょう。さあ、それではジュニアクラスの決勝戦を見ていきたいと思います。さあ、ジュニアクラスの速度にこの注目ですよ。スタート、スタートして最初に飛び出したのは横並びだったが、これブレーキで抜け出したぞ、ブレーキで抜け出したのが2コースですね。2コースがそのまま最初のレンチェンジャンプ越えて、さあ左右打ちへ帰ってきます。さあ、その間にレンチェンジを越えている間になんですが、やはりブレーキで2コースのマシーンが再び先頭に立つ。このまま逃げ切れればなんですけれども、どうでしょうか。さあ、ファイナルラップ、いや、ブレーキがうまいぞ、ほらブレーキで思いっきりね引き離していってるんですよ。さあ、これで完走すれば残ったのも1位2コースただ1人か。素晴らしい走り、これはね完全に優勝だわ、おめでとうございます。翔ちゃん、練習走行始まってますよ。え、練習走行始まってます。ちょっと待って、さっきの終わり方からこれはおかしい。練習走行どうだったかで俺の顔の表情でどうのこうのって。いや、笑顔です。いや、今すごくいいよ。そうですね、これホルモンちゃんぽんっていうその九州の食べ物なんだけど、その出店が来てて、はい、それを今から食べます。ホルモンちゃんぽん800円かな。おお、そのくらいパンパン入ってる。これね、なんだろう、なんで説明したもつ鍋わかります。はいはい、もう僕はわかるんですよ。もつ鍋の、味噌のもつ鍋の、はい、最後麺入れて、うん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 、こうした感じの、いや、うまいやつ、うまいやつ、めちゃめちゃうまいやつ。うん、相当うまい。これだけじゃない、これだけじゃない、ご飯ない、はい、おかず、そうですね、ご飯ない、ないです。
ご飯は入ってないの？トロル、トロル、これ別のお店、はい、何軒がバーって来てるんですよ、うん、お祭りみたいな感じで、洋食とコーヒーの店トロル、おかわいい、ベーコンチーズバーガーご飯ではない800円、ああいいお値段で、あでもめっちゃしっかり入ってる、しかもこう鉄板でこうジュージュー言いながら焼いてたの、生き牛っていう、まあ、これもあれですね、こっちの牛ですね、はい、いただきます、マックは勝てない本当にあのモスバーガーとマックは絶対に勝てない、はい、勝てないですよ、うん、あの中に相当ざく切りの玉ねぎがしっかり火が通った状態で入ってて、ハンバーグがねファミレスでもなく、もうほんと洋食屋の、あの煮込みハンバーグぐらい柔らかい感じでジューシーなのが入ってる、はいはい、じゃあうまい、うまそう、それ、まあ、聞くだけでうまいですよね、なんで今日の動画はここまでです違う違う、キャンプ動画みたいになってるんです、もうね完全にキャンプ動画みたいになってるんですよ、だって俺一回ミニ四駆下ろしたもん早く食べたいから、いや本当にまずいですよこのムーブは、まあそうね、ちょっと早めに食べて、はい、練習速攻行きたいと思います、さあそれでは1回戦見ていきましょう、今回ね3回走って3回のうちに1回でも1位を取れば勝ち上がりということで、まあ、コースアウト率のねちょっと高かった今回のレース、かなりねシロッコ抑え気味で1回戦走りました、完走率を上げたいなと思って平面の速度を抑えて走ってるんですけれども、さあ1回目でクリアできるかって思ったら、ここね奥のドラゴンがね結構難しいんですよ、でこたつさんの1回戦最内から手前来るよ、最内をピョンピョンピョンと、そして戻っていくどこまで戻っていくんださあ白っこのこれも3回目です、2回目もコースアウトしてしまいまして作戦を変更しました、モーターのスピードを上げてブレーキをめちゃめちゃ強くしました、ブレーキをね強くした結果ですよ、こう2周目からご覧ください、さあ1周目の速度は結構良かったんですけど、2周目からねフロントのブレーキが剥がれて、もうねあのブレーキもきっつくなってるわ、あの平面もね見ててめちゃめちゃ遅くなっていくからさあファイナルラップこれ乗り越えれるかってちょっと心の中で思ってましたけれども、なんとか越えて、バンクもねなんとか越えてくれて、なんとか1回戦突破と、さあこたつさんはどうでしょうか、こたつさんの3回目ですね、これ超えられなかったら1回戦突破ならないけど、危ない、ウェーブ着地で今こたつさん決めていきましたね、さあバンク、あれバンクがめちゃめちゃゆっくりになってるけれども、これは多分 LC ジャンプ対策ですね、ここのね三段ドラゴンすごくうまいですね、めちゃめちゃ綺麗にこの3つの山越えてるからタイムもなかなかいいんじゃないか、さあそのファイナルアップ、危ねえ全てがギリ、ピョンピョンピョン、しっかり決めて、さあファイナルアップのバンク越えれるか、バンク大外だけど越えて、レンチェンジャンプも越えてゴールですね、こたつさんも勝ち上がり、2回戦いきます、相当危ねえ、危ない本当に相当危ねえギリギリの戦いで、そう2人ともとりあえず3回目で突破したんですけど、はい、最初ね遅いモーターでブレーキ抜いていってみてたんだけど、それがなんかあんまりうまくいかなかったんで、うん、ちょっと今度はちょっとモーターの速度を上げてブレーキバチバチいったらバチバチすぎて、もうなんかこう もっこりもっこりしながらこう、うん、進んでいってしまったんで、まあ、最後めちゃめちゃ垂れだよね、そうですね、ちょっと垂れも出てしまうから、もう少しだけちょっとブレーキ抜いてあげて、うん、モーターにかかる負荷落とし、はい、まあ、コース長いですから、そうですね、ちょっと負荷を抑えつつ
安全に走れればなっていうような感じで、本当に安全に走りたい。ちょっともうちょっと行きたいよ ね、 行きたいね。もうちょっと行きたいなっていうところでございます。それ以上でもそれ以下でもないです。だからもう次2回戦からは正直ちょっともうチャレンジの段階に入ってしまうんで、まあ、自信はないですけれども頑張りたいと思います。さあそれでは白っ子の2回戦でございます。これを決めることができればなんですが、どうでしょうか。ジャンプジャンプジャンプ、さっきよりも少しだけブレーキを抜いて平面速度を上げてます。さあトップで帰ってきて、さあどうだ、2周目かなり差はついたけど完走できるかどうか。レーンチェンジも入ってチューリップゾーン越えて奥ですね、奥のバンクも越えてピョン。ちょっとバンクが速い気がしてたんだよね、これ見てる時。大丈夫かなと思って、さあそのままファイナルアップ、さあ行ってくれ、レッチェンジャンプ、レッチェンジャンプ、うそのままコタツさんのレースも行きます。さあ白っ子が敗北してコタツが勝ち上がれば、まあ、実質負けてないということになりますからね。さあコタツは現在2位ですね。真ん中のレーン、おっとバンクすりすぎてこれ抜かされてしまった。さあ現在3位ですが、トップがコースアウト。さあこれチャンスですよ。さあ平面ではなんとか追いつきそうなんですが、バンクって離される。さあバンクのところがね、ちょっとこれはどうだ、ここでかなり追い詰めないと厳しいが、いやギリギリ近づいていってはいる。いけいけ、こたつこたつバンク、うわなんか2回戦から割といいセッティングに近づいていってたんですよ。そうですね。だからその1回戦である程度、まあ、飯食って練習走行1回しかできなかったっていうその怠惰の部分がある。かなりの怠惰、さっさと練習走行しろよって思ってた部分も実際にあるけれども、はい、戦いの中でもう練習をしていくしかなかったじゃないですか。で1回戦でゆっくり走ってちょっとデータ集めて、で2回戦目からちょっとそれを使っていかないと勝てないかなっていうような感じでチャレンジしてみたんですけど、わりかしいい感じになっていたかなっていうところで、最終的にあのレーンチェンジャンプが1回目入らなかった最終ラップ、うん、だからバンクを少し遅くする選択、もともとスラスってたんですよ。もともとリアに3ミリが普通の俺の位置なんですけど、それからさらに2ミリのピンクを貼ってて、はい、でバンクをしっかりすらせて、うん、でレーンチェンジャンプ前に減速させる。基本的にこの3ミリ貼っておけば僕バンクするギリギリになるんですよね、はい、なんで2ミリ下げてしっかりしっかり目に当ててたんですよ、うん、だけどそれじゃああんまり止まらなかったっていう感じだったので、それを3ミリに変えてレンチェンジャンプをしようとしたんですけど、もしかしたら速度で負けるかもしれんって思ってフロントをちょっと抜いたんですよ。変わったんですね。そう、でそれが多分その甘めに出た。あ、うん、実際に甘めに出ました。でも実際見てるのは分かるでしょ、もう2回戦からレベルがガッと変わったじゃないですか。そうですね。だからじゃあこれを抜いてなかったら勝てたのって言われたら正直もう分かんない、ね、分かんないです。だから、まあ、ちょっと次もし同じような流れがあった時にあの時は失敗したんだぞっていうのはちょっと一つ勉強になったかなと、はい、いうような感じでございます。小田さんどうですか。僕は最後までよくわからんかった。でもさ、1回戦突破した時の3連のドラゴンあるじゃん、はい、あれめっちゃ綺麗に飛んでたんだけどね。俺正直言って小田さん一生あのドラゴンで戻っていくんだろうなってずっと思ってたんです。あ、そうですね、2回戻っていました。ずっと戻っていくから戻っていくんだろうなって思って1回戦あれ完走したって思ったら4周目で戻っていったじゃないですか、はい、ちょっとやべえなちょっと正直思ってたんですけど、でもそのドラゴンのジャンプめちゃめちゃ良かったからあれね、完全にモノにしたらもうバンクズリズリが、でもこたつかハンマユージローかって話になるじゃない。地上最強の男になりますから。そうごめん、鼻出して今周りに人いないから。あ、そうですね、すげえ曇るのよ、メガネ。まあでもちょっと今回は
ボロ負けっす。結局その安定するセッティングっていうのが出し切れなかった時点で、うん、でしょ。で最後の最後これセッティング僕は見えました。じゃあここから落とせば入る。でもそれは勝てるセッティングではないので。ああ確かに、うん、まあまあ走れるみたいな。そうそう、そこそこっていうような感じになっちゃったから、まあ完敗ですね、うん、今日は完敗ということで。ただ気づきました、フロント AT になってるんですよ。ダメよこれ、人に教えてもらってるやつだから。今教えてもらってお勉強させてもらってるフロント AT なんですよ。今ぼやけるところからピントが合うところで。ああ、これはいいよってまだ言われてないし、はい、ちょっとあれなんで、ちょっとフロントの AT を今勉強させてもらって。もうフロントのアンカーではない、うん、けど闇落ちしたドラッグぐらい。アンカー今こんぐらいでしょ、はい、めっちゃ動く。ロードメダルのザグリキットがあって、これを今勉強させていただきます。すごいんよ。すごい良さそうですね。九州のレーサーさんもすごいギミックをお持ちの方いらっしゃるので、はい、僕も勉強させていただきたいなと思ってて。一応ミニ四駆はね、うん、やってんのって結構聞かれるけど、めちゃめちゃやってるよ。やってますね、うん、ただ走らせに行ってないで、あと動画を撮りに行く暇がない、はい、まあ、そういったことが多いですね。マシンメンテナンスを日々やってることが多いので、はい、まあ、そこら辺はねまた新たにマシンメンテナンス一通り収まったらまたマシンを作る動画みたいなね、うん、やっていきたいと思います。で今回のコメント欄で、いや今年のガチマシンそろそろ作ろうかなって思ったんですけど、はい、なんか作ってほしいマシンとか募集しようかなと思って。だけど毎回毎回 言われるんですけど、スーパーワンとか X シャーシとかはあの売ってないから作りません。スーパーワンは死ぬんですよ。スーパーワンとか X シャーシでどうのこうのってよく書かれるんですよ、はい、でガチマシンお願いしますみたいな、うん、現実味がないじゃないですか。こう今ミニ四駆の情報が欲しくて見てる人たちがいる中で、現実味がないので、ちょっと今回は、なるべく、そうだな、小島で買えるシャーシの中から、こういうのやってみてくださいみたいなのありましたらぜひお待ちしておりますんで、今年作るガチマシンの前のガチで作るシリーズね。じゃあいいよ、別にあのライトチューンのマシンでもいいだろ。ああ、そういうのも面白いですね。ライトチューンっていうかダッシュ系の、まあ、今のミニ四駆ってさ、はい、低速コースだろうが高速コースだろうがさ、タイヤ比ちっちゃくしてギア比落として全部もうほぼマッハ、うん、てか俺らモーターボックスなんか今マッハしか入ってない、はい、でしょ、うん、で今そういう走りっていうかそういうミニ四駆になってるじゃないですか。そうですね。なんでまあ、逆にそのチューンのもマシン作ってほしい。メガネの曇りがすごいんだよ、ね、じゃあチューンのマシンを作ってほしいだとか、なんかそういうの見たいなっていうのあれば、はい、こたつさんが作ってくれるらしいので。大丈夫大丈夫、この動画大丈夫、こたつさんが作ってくれるらしいので、まあ、ちょっとお待ちしておりますということでございます。じゃあ まだね、まだまだね、大会は終わっておりませんので、はい、果たしてこの大会誰が優勝するのかっていうのをね、うん、最後まで見ていきたいなと思います。ということで決勝戦ご覧ください。さあ150名近くのレーサーのトップを決めるクスオ祭りの決勝戦でございます。さあこれ走ってる人全員 4x4 とかで見るめちゃめちゃ強いレーサー、上手いレーサーさんたちが戦っております。現在トップは2コースか、2コースが先頭。さあそして、3コースコースアウトし、おっとこれで1コースのピグさんですね、ピグさんが残って、さあそのまま2周目と入らず、サイレースを制するのは誰か。スタートスタートして、さあ2コースがぐいぐい後ろを引き離す展開ですね。さあ展開は先ほどとは変わらない感じですが、どうでしょうか。さあただ横並びの展開から追いついてきているように見えるが、どうでしょうか。さあ再びチューリップ加速していき、奥のおっとここで1コースコースアウトして、残るは2コースがただ1人先頭ですね。さあどうだ、しっかり決めて優勝ですね、おめでとうございます。
はい、ということでジュニアクラス、優勝はハルトくん、準優勝たけるくん、3位マメくん、オープンクラス優勝オカノットさん、準優勝日形さん、3位ピグさん、本当におめでとうございました。クスオ祭りはね、なんか定期的に開催されていくみたいなんで、僕もね福岡にいる間はね必ず参戦していきたいなと思っております。ということで次回の大会参戦期もぜひ楽しみにしておいてください。この動画が面白かったらグッドボタンとぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。